本日は野球ショップ巡りの旅、埼玉県所沢市のカムイスポーツさんにお邪魔しました。はい、やってまいりました。どうも、チョイデビーです。はい、本日はですね、所沢にありますカムイスポーツに来ました。いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。所沢にね、唯一あります、はい、スポーツ屋さんですね。そうですね、高校野球とか、あの硬式系が強いお店で、結構最近なんか軟式の方も力を入れてきてるそうなので、中見ていきたいなと思います。お願いします。で、まず今回はグローブの方を見ていきたいと思います。おいっす、グローブ。もしかしたらすごい掘り出し物あるかもしれない。なるほど、やばいのあるかもしれない。なるほど、ちょっと見ていきましょう。お願いします。はい、行きましょう。いいです。こっちの方から行きましょう。お願いします。すごいね、めちゃくちゃプロテインの種類が、プロテインが大豆ソイ、ソイプロテインね。流行ってるんですか？俺も流行ってます。俺が流行ってます自分の中で。そう、痩せたい、どうしても痩せたい。プロテインって体を大きくするためのもんじゃないしね。そうです、痩せ、脂肪を筋肉するから。翔平さんのためにはやっぱこれですよ。何？このサウナスーツ、ゴールドジムサウナスーツってやばいね。今俺あるからさ、汗かいて、ラッペの方もだいぶ、ラッペのやつ、いいね。ウエイトコーナーもいいっすね、結構あるし。はい、というわけで行きました、グローブコーナーですね。いいです。ちょっと軟式コーナーになってまして、そうですね、種類が、はい、すごい種類です。すごいっすよ。いいよ。どうすか、まあ、ざっと見ていく。ざっと見ていく。なんか気になるやつと手に取ってもらってみたいな。でも見た感じ、なんかウィルソン多いね。パッと見この辺そうですね、ウィルソンがすごく多くて、やっぱ高校野球とか、まあ、硬式の子って結構ウィルソン使ってる子多いって聞くんで。確かに、あとはやっぱ右の方にZ ね、Z ですね、プロステがありまして、ガーッとで、ね、プロステとウィルソンがこう、うわーっとりあえずバーッて、そんな感じですね。気になるの見つけちゃったんですよ。なんですか、これ。これあ、ローリングス、ローリングス、ローリングス、わ、派手。ローリングス、ローリングスもね、これやばくないですか、ね、これ。ちょっとまだ袋にかぶってるからあれな感じですけど、どうすか、かっこいいっすね。かっこいい、なかなかやばいっすよ。いや、グローブがマジでかっこいいっす。グローブが、グローブが、グローブがめちゃめちゃかっこいいっす。かっこいい、すごいっすよ。これ OK、こんな感じで、ハートオブハイドって書いてますね。いいっすね、いいっすね。これ18,520円、軟式用ですよ。軟式用です。はい、まあまあまあ、はい、いいっすね。地味に俺このウィルソンのこれとかも結構すごい。まっちゃん、まっこれ、はい、すごいよ、柄がすごい、柄がすごい、わかる。なんていうんですか、このなんかこの魚の鱗みたいな。そう、鱗柄、すげえこれ。触り心地どんな感じですか。触り心地ザラザラ、鱗って感じです。鱗、ザ、鱗って感じです。鱗っす。で、内野手用だけどバスケットウェブ、あー、ピッチャーね、よく見る。そうそうですね、そう、現代モデルなんかそうじゃないですか。あー、そうだそうだ、メカ違うけど、それを意識した感じ。でもここはほら、エッジがないんで、バッテンになってないんですよ。現代モデルはバッテンになってます。あ、そうなんですね。はい、そうです。すげえ、結構シンプル、高級面シンプル、シンプルです。うん、いいよ、トラッコもすげえ、なんかバスケットボールの、そうだねバスケットボールの表現が癖があります。はい、すげえ、ほら、片押しレザーっていうんですか、レザーが、かっこいいよ。うわ、かっこいい、すごいよ、これすごいな。これお値段21,600円、うわ、高え、なってます。はい、でこれに行くと、はい、アシックスのグローブがありまして、あのヌバックっていう、ヌバック、普通の、普通のグローブの逆、裏側を使ってるグローブ。あ、そうなんですか。そう、遠目から見ると普通の黒いグローブに見えるんですか。見えるけど、これヌバックです。裏側を使ってます。裏側、すげえ、これ見ていいですかね。いいですよ、いいです、色がいいですね、黄色、色いい、かっこいいです、黄色、うん、いい。ちょっとどうですか、当て取り系ではない。まあ、これじゃ普通に取る感じですよね。普通か、普通ですね。これどう、かっこいいな、このラベルがいいですね。うん、このちょっとこうシリコン系というか、ちょっと分かんないんで、答え、本職キャッチャーの、そう、どうレベル、やっぱ皮がいいですよね。皮がいい、竹山ってやっぱそのミットの質がいいというか、皮が、なるほど、さすがにガチガチだから今全然使えるあれじゃないですけど、やっぱ結構やっぱその薄浅いっていうんですか、浅いで、この部分がちょっと出っ張ってる感じ。なるほど、どっちかというとこっち側で
ここで補給するような内側で内側で親指側で親指側で取るようなイメージ。いやでもすごいですよ、ね、このここの親指のここがちょっと熱いんですよ、畑山地味に。そう、うん、突き指しにくいじゃないですけど。なるほど、うん、これ何これ どうなってるの、これなんか指入る、これなんか三重構造みたいな、三重構造なのそうデザインがいいですよ、ちょっと長いなって感じがします。なるほどね、縦にちょっとここが。じゃあお出しを。え何色これファーストミット。はい、こちらファーストミットなんですけど、はい、なんか色がその辺普通の色じゃないよ。ここから見ると全然黒に見えます。見える、うん、ネイビー。でもネイビーここから見ても黒に見えますよ。そう、うん、あ、でもネイビーじゃない黒黒、これちょっとかかりよう。どう、あんまあでも言われてみると若干こうネイビーっぽいなって感じはしますけど。ネイビーです。ネイビーのファーストミットなかなかいけませんから。実物を見れば分かるこの渋さというか、ね、そうですね、見たかったら、うん、所沢のカムイに来てください。来てください、お願いします。でもすごい種類ですねやっぱりね、本当にね種類が豊富。そう、水のバーッと来てラストここ見てください。これリゼンを出しました。お、出た、リゼン出しましたよ。出ました、こちら。やばくない？やばいですよ。確か7万ぐらいするみたいですよ7万だか8万だかするらしくて、すごい赤って感じ。ダルビッシュ有って書いてます、ガチのやつ。かっこいい。なんかこう選手にこう提供するときにこう何個かこう持っていくんですよね、うん、そこから選ばれなかったやつらしいです、うん、だからプロ仕様ですこれ。すごいですよダルビッシュさんモデル。その背後のそのロゴがかっこいいですね。かっこいいですね、うん、これ中すごいよこれ、うん、中すごい、中すごいよ。全然違うんですかやっぱり。全然違う。どう、どうですか翔平 TV って感じですね。いやそうですね。やっぱグローブがかっこいいですわやっぱり。言う、またそうやって言うまたそうやって言う。いやすごいですよもう赤々しい。さっき値段7万ですったじゃない。はい、8万プラス税でした8万プラス税、8万8000です。すげえ、これありますんで。8万8000すげえ。どうしても欲しい人は所沢のカムイにありますんで、見るだけでも価値ありますよこれ。価値ある、うん、すごい感動する、感動する。アシックスというのはこちらですねなんか隠してた。翔平オータニーのプロ。翔平 TV じゃなくて、そう違う、大翔平大谷です。あ、ヌバック、はぁ、すげえ。ヌバック製のやつですね。そのこのつなぎ目のこの革のなんですか、このウェブが、これも逆、いか、そうですね、逆使ってますよね。逆ってこと、逆ってんすかね、これすごい、すげえ。何でも逆使いたからな最近の流行りなんですかね。流行りなんですか、逆使い。硬い、硬い、超硬い、すげえ。ツヤツヤ、ツルツル、すごっ、すごいよ、めちゃくちゃかっこいい。ちょっと俺にはちょっと手はきついかもしれない。ああ、映ってます、俺映ってます、大丈夫、大丈夫です。これすごいな、でこうとパッと開いてる感じ、うん、パッと開いてます。すげえ、すごいですよ、半端じゃない。これ同じ8万8000。すげえ、すごいよ、すごいわ。はい、というわけで本日はこちらの、カムイさんですね、グローブ、撮影をしました、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは終わりましょう。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Glorious light, too hot and bright.